日本北海道札幌市手稲区金山金山は北海道札幌市手稲区にある地区である。北海道旅客鉄道函館本線以南の地域のうち北西に位置する。北部の市街化地域は金山1条から3条まで分けられており、南部の山岳地帯は手稲金山と呼ばれる。元来は星置の一部であった。和人の入植時期は古く、 安政年間にまで遡る。爆心の次男や三、男たち数名が組織だって山へ入り、木材の切り出しを行っていた。1893年、手稲村の戸谷部や平治が山岳地帯で炭鉱を開始するが、大きな成功には至らなかった。1931年、広瀬昌三郎によって鉱石が産出されるようになり、良質の鉱脈も相次いで発見された。 しかし1935年、労使間の紛争が原因となり、鉱山の権利は三菱工業に売却された。三菱工業の経営の下で、この手稲鉱山は大いに発展を遂げ、労働者とその関係者の流入によって、山奥に鉱山市街が形成された。1942年のあざ名改正に際し、この一帯は金が採掘される山をそのまま意味する。 金山と命名された。しかし1945年の太平洋、戦争終結とともに、手稲鉱山の産出量は激減。鉱山が不況となると、平地が狭く、農業に不向きな金山地区は、さびれていくより、ほかなかった。1970年、手稲鉱山が、急山する。その後、1970年代後半になると、民間業者による宅地化が進み、 居住地域として再発展を遂げた。北海道立子ども総合医療、療育センターなお、札尊自動車道の金山パーキングエリアは東隣の稲穂地区に所在する。ありがとうございます。